はい、ということで皆さん、今回はですね、なんかいつもと動画班黒焦げ人参、何してんの俺、動画班なんかね、リンゴになってるんです。なんかまっぷり入った瞬間リンゴになってて、あとがいたそのままね、はい、なんか黒焦げになってますね。何してんすかこれ。焦げ焦げ心中だ、やめとけよお前。お前ロブロの撮影でそんな言葉使うな。マップの詳細見ましょう。秘密のお留守番っていうマップらしいです。これ、日本勢が作ったっぽい。まあ、秘密のお留守番だからね。なんだけど、アクティブ数が見て、9000とかなの。すごくない？なんか、いや、普通にこれだけ集めれるってすごいよね。アクティブ9000バケモンだよね。だからやっぱこのキャラクターとかが可愛いから受けて動けるんかい？もうゾンビじゃん、それ。寿司、お前。なんかさ、顔がシュールだよね、みんなね。顔。あ、ジャンプした、なんか。回転してる感じで、なんかね、痛い。うん。このマップ操作むずくねえかって、そう。なんか無限にこう転がれるみたいな感じで。キャラクターすごい可愛いですね。ちょっとマップ見ていくね。家主がいない間に食べ物たちがお留守番をしているよ。家に隠れている仲間を探してみよう。あー、なんかこれ、探す系ってことこれ。ほら、あ、やっぱそうだ、ほら。俺さっきさ、俺これ見つけたの、パン。だから、こんな感じで、エリア内にあるキャラを見つけると、変身できるみたいな、モーフス系のゲームなんかな？だと思って、ここにあったんだけど、パンはね。はい。という感じで皆さん、ちょっと何すればいいかわからないんで、とりあえずやっていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。はい、じゃあ行きましょう。リトゥール何それ、ピザじゃん、ピザ。おいどんは、何ソファーの下にいたピザですって。あー、ほこりまみれ。それどこ？ちょっと、はい、動画一回降りておいで、俺についてきて。一緒に行こう。はい、こんな感じで歩きながら、遅えな、歩くの。あ、これやっぱ転がった方がいいの？あ、みんな、あった。なんか、染みついてない？みんな。ソファーの下なんか、染みだらけじゃない？この下にピザがあんの？ペパロリピザって。大丈夫これ。ソファーの下のペパロリピザ食べてもいいのかな？ねえ、食いたくねえって。あとみんな、なんかさ、列車があるよ、列車。乗ってみようぜ。なんか乗ったらなんかあるかもしんないよ。行こう。あ、みんなさ、多分ここで乗るの？はい。乗れなくねえか、みんな。あ、みんな、待って。待ってみんな、中になんかある。ほら。中になんかあるぞ。これ、取りたくねえか、普通に。取れねえな。おい、一国族虫取れるか、お前。あ、取れなくない？なにこれ。なにこれ、中の光ってるやつ無理だけどね。小さいキャラの方が動きやすい。やっぱ、キャラの大きさって変わってくんのかもしんないね。取れねえな、全然な。取れた？どうやって取った？多分、パンとかじゃ取れないのかもしんないね。別のキャラクターで、やった方がいいのかな。まあ、一旦後回しにしましょうか。見てーって。すげえ、取れてる。これ何なのこれ。角砂糖これ。角砂糖です。だって。このゲームって何するゲームなん？ファーストでこれスピード上げれるわ。これ何するのが目的なん？仲間を集めるって。あ、みんな、イチゴいた。ほら、ここ。これ集めようぜ。なんか。あら、いいね、なんか。これなんか足の骨折れてるみたいでいいね。うん。はい、来た。はい、イチゴ。かわいい。リキョーって。はい、リトゥール何？角砂糖取らないと済むぞ。どこ角砂糖。でも取れないよ。ちょ、みんなキャラクター変えよっか、じゃあ。はい、この間キャラクター変えれるんですけど、じゃあ、イチゴちゃんにしよう。イチゴちゃんにして、角砂糖取りに行きますか。角が攻撃か、入れない場所がある。わかりました。はい、行きましょう、じゃあ。リトゥールそれどうやって入った？どうやって入ったそれ。なんか今中に入れてない？ピザは顔が長い頃おすすめ。本当？いや、無理だろ、こんなの。いや、無理だってみんな。待って、一回列車乗るわ、みんな。頑張って、列車乗ろう。なんかいるぞ。みんな、なんか、ゆうとが別のやつに変わってるわ。あと、豆吉も変わってるわ。お前ら、相撲しろ、相撲、今から。はい、豆吉 VS ゆうとの相撲です。はい、スタートー。はい、負けー。はい、豆吉の負けー。ザコガーって。あのね、いい？ゆうとくんいい？今日の撮影は、秘密のお留守番。これ、キャラクターも可愛いじゃん？暴言を吐くな。多分、この動画から初めて見る初見の人が、ね、印象悪くなるだろ？パンみたいにゴミなの使ってるから雑魚なんだよって。言われてるぞ、マミキシ。言ってやる、中二病。カボチャがよって。これまたいじめが起きるわ。お前カボチャ使ってるんだって。へえ、お前カボチャかって。俺イチゴだけどね、みたいななんか、大丈夫？このマップでいじめ起きねえか？俺すげえ心配になってきたわ。いや、でもみんな取れないね。一回みんな、とりあえず、トロッコにも乗りましょうか、頑張って。乗れた。一回これ列車の上乗れたんで、こっからどう取ればいいんだ？待った！ホラー要素があんの聞いてない。え？タイトルがさ、俺思ったの、秘密のお留守番じゃん。秘密のお留守番じゃん。あるってことか、今回も、ホラー要素。
だからなんでこのイチゴとかピザが動いてるのってかな話。食われた？リトル教えろ。どこ？なるほど。これ考察あんのかこのマップ。俺のとこ来れる。だからお前はどこにいるんだって話なんだから。角砂糖を取らないと入れないだってみんな。やっぱ角砂糖取ろう。あとみんなこのか舞台はこんな感じなんだね。多分どこかの、まあ、マンションっていうのかな。ほら、外も出たいね、外みんな。これ外出たいわ。だけど、今の段階じゃ無理。なんか上から行けるのかな。あとなんか外になんかいるぞ。ほら、キノコがいる、キノコ。えのきか、あれ。そう、見つけた時の音はドラクエっていうね。あの、別のゲーム混ざってるんだよね。やっぱなんか取り方ありそうだけどな。無理だね。ちょっと後回しにしよう。ちょっとリトルに後で教えてもらうから、一旦みんな別のとこ行かねえか。あの、他のキャラクターも多分集めないといけないのね。他のキャラクター集めよう一回。多分そっからだ。やっぱ全種類どうせだったら集めたいよね。で、多分ここだね、みんなね。のっちゃんそこだ、そこ。まずさ、これ操作せ、よし、そう、操作がね、しづらいんだよ。なんでこのなんかテクテク歩きは。のっちゃんこれ地道に行くよ、テクテク歩き。テクテク歩きが至高だよ、ほら。ほら、もうこれ、下手にね、ジャンプしたらね、落ちる。なんだこれ。なんだこれ。のっちゃんそこ登れる？あーもう無理だわ。みんな、俺、こういう系のゲーム一番苦手ねえんだよ、俺。俺もう全然操作効かないもん。ねえ。なんとかなんないの、これマジで。FPS の方がやりやすい？よし、いけた。登れた。うん、もういけないじゃん、ピザじゃ。ラグドール、これどう行くんや。あ、ここどうやって行くんや、じゃあ上。行けねえじゃねえか、お前。あー！え？みんな、ここトマトとか取れた？俺トマト取れないんだけど。トマト余裕だろ。いや、ピザじゃ取れねえだろうが、お前。ほら、無理じゃん。俺取れてないじゃん。いけてない。やっぱキャラ変えないと無理なんだってみんな。ほら、意外にいるぞ。なんかピコミンみたいなやついるくらいみんな。なんかさ、ピコミンがいるんだけど。あ、なんかさ、みんなほら、あと、この上。上になんかビスケットみたいなやつがある。ジャンプでいけんのか？ジャンプじゃ届かねえな。もやしかな？わかんない。ここは多分ね、イチゴで、よしよし、いけた。はい、来た。トマト。これは多分ね、キャラクター変えないと無理なんだろうね。場所的にね。あと、おにぎりあるわ、おにぎり。どうやってこの、ね、みんなソファーの上の登り方教えてくんない？ね、ソファーってどうやって登るの？あと、なんかほら、あ、なんかいたみんな。ピクミンっぽいやつ。これじゃないの？これ、ほら。なんかあるぞ、この上。ほら。リトルこの上。ソファーのこの間になんかいるよ。ピクミンみたいなやつ。これだったら入れるんじゃない？リトルの角砂糖みたいにちっちゃいよ。やり方がなんかありそうだね。あ、もしかしてさ、こっちから？こっちからスーパージャンプで隣に行くってこと？そういうこと？待って、ナール高くねえか？それはそれで。行けるんかな？はい、皆さん行くよ、じゃあ。皆さん、今回ね、さっきピザで行けなかったんですけど、イチゴにしてるんで、比較的行きやすいんじゃないのかなとは。うん、そんなことないね。難しいね、普通にね。イライラするな、このゲームで。そうなんだよ。みんな、イライラする。ごめんね。そういうゲームじゃないのかもしれないけど、ごめん、俺、イライラしてる、今。なんだこのゲームって。スピードをスローにしたらいいんじゃないか、そういうこと？で、みんな、このゲームイライラするよね。俺と寿司みたいなやつはイライラするかもしんない、みんな。遊ぶ際注意だね。うん。なんでだーって。よしよし、いけた。いけたぞ、みんな。いけたぞ。でもさ、待って。みんな、俺がいる場所さ、おかしくない？これ。見て、ほら、ストロベリーとエッグがバツついて、捕まってるよ。キャビアだけ捕まってないみたいな。で、やっぱさ、このゲームおかしくない？みんな。このゲームって絶対おかしくない？秘密のお留守番っていうこと自体やっぱタイトルからなんか意味あるんじゃないの？これホラーゲームだろ、これ。ピクミン取れた。ナイス。俺も向かうわ、こっち。俺も行くわ。やっぱみんなこれ、ホラーゲームだ。もうこれ、リリチョーチャンネルの視聴者が一番好きなパターンだよ、これ。ホラーゲーに見えない実はホラーゲーみたいな。やっぱこれ元は人間なんじゃない？絶対みんなあれだよ。勘のいいガキは嫌いだよのパターンだよ、これ。勘のいいガキは嫌いだよ、つって、実は、マジでやばいっていう。じゃあみんな、ここからジャンプするよ、みんな行くよ。行け！よっしゃー！行けた。はい、これでテレビの上乗り移って、こっちに行けばいいんだね。ここで、みんなおにぎりゲッチュー。で、こっから、ソファーに行って、よし、多分言えるぞ、みんな。ピクミン取れる。一個抜かれて、食べられて、あった、ピクミン！はい、ピクミン！そして、食べられる。え？唐辛子。使用上の注意。元 FBI のスナイパーなので、ちょっと顔が怖い。これやっぱおかしくない？このゲーム。ね、説明、待ってみんな。よくこもったらさ、説明おかしくない？なんか。
あ、違うわ。実は中に梅干しが入っているだって。これ一緒だね、原材料みたいな。本当は赤いリンゴなのだが、自分で緑色に塗ったらしい。ベトベトするので、上にバターやジャムを塗られるのが嫌い。あ、あとは一緒だ。てかこれ、チャットしたら果物も喋るのも可愛い。だからまあまあ、寿司はのんきでいいね、本当に。皆さん。リトゥール、どこ？角砂糖しか行けないエリアどこ？多分俺、ピクミンになったから行けるわ。リトゥール紹介してくんない？さっきの上に上がるところに来てくれ。ほら、動きやすいしね。あとみんな多分ここ、みんなバナナいけるわ。はい、バナナー、オッケー、バナナも。はい、テルキゲット、テルキ。あー、みんな、なんかあるわ。待って、あと、リトンタは外、あ、いけた、いけた、みんな。行くぞ。この限りは、やるがいる。なんかつきましたね。任せる、リトゥール。俺は FBI のスナイパーだ。はい、ということで、何なんですかね。はい、スプーンとかがあって、え、リトゥールいなくない？え、なんか音するくない？みんな、みんな、やつがいる。やつがやってきた。やだー、やだー、辛いよ、辛いよ、僕辛いよ。よし、リトゥール、お前なんとかしろ。リトゥールが皆さん追われてる間に、ちょっとなんか探しましょうか。何もないわけないよね、絶対ね。何かしらあるんじゃないんか、必ず。あーって。なんで俺んとこ来んだ。あー、助けてー、やだー、知りたくない、やだー、助けてー。これ最初からかよ、これ。あ、皆さん、なんとしてでもゴール行きましょうか。なんかね、外に出れるらしいよ、外の世界に。やっぱ、お留守番しないといけない中で、中を進まないといけないのなんかありそうやな。あ、リトーターなんかいたね。こっちじゃないか、みんな。あ、リトーターいた。ここ？もしかして。どこどこ？リトーターこっちか、こっちか。みんな、リトーターと俺についてこい。行けるぞ。外の世界が見れる。お、進撃の巨人だ。イェーイ！あ、みんな、外だ、外。意外にエリア広いね。ほら、なにこれ。ほら、なんか明らかに変わってるぞ。あった、外だ、出口だ。出口、出口、出口、みんな。はい。あ、これベランダだ。皆さん、ベランダに出ましたね。服装は人間の服が普通にあって。あ、ゆうとくん来れてないね。あ、なんかいる。はい、マッシュルーム。あと、マッシュルームの上にもなんかあるぞ。リトータまだまだ上にもある、上にもある。ほら、上。こっちから上がれるんかな、多分。待って、一回スピードをスローにして、これで上がっていこう。なんか皆さん、シュールだね、このゲームね。マジで。なんか、すっごいシュール。あー！なんかこれ、あの、ヒゲダンスみたいな感じだね、これ。ドリフ大爆笑のヒゲダンスみたいになってるよ、これ。ね。よし、いけた。これなんだ？はい、パンケーキゲッチュ。まあ、だいたいこんなもんかな。オッケーオッケー、いけた、いけた。ちょっとさ、キャラクターの説明見てみようか。パンケーキ。ミニトマトの苗の横にいつも座っている。たまに話しかけるが、みんなはまだ眠っているので聞こえていない。マッシュルーム、もともと植木鉢にこっそり生えていたが見つかって引っこ抜かれた。最近はブランコに乗るのが趣味。意味深だなって、そうだよね。意味深だよね。朝に食べるからかなって、どういうこと？パンケーキは朝焼くから。あ、そういうこと？だからみんなは声が聞こえないって言ってんのか？うん、踏むな、俺を。うん、俺を踏むな。あ、どうですか、寿司ボデーさん。このマップは寿司とかはないのかなーって。いや、もしかしたら、この動画を制作者の人が見てくれたら、あるかもしんないよ。やっぱ、可愛いね。口パクパクするの可愛い。寿司がチャットすると、お願いしますって。はい、お願いしろ、寿司。寿司を。うん。うん、な、蹴るな。うん、俺を蹴るな、お前。な、追加してください。そうですね。はい。はい、ということで、もう、原型とどめてないんですけど、見てる感じ、ちょっとホラーなのかなーって気はするけどね。なんかやっぱ、元は人間で、なぜかこの、なんか果物とか、食べ物になっちゃった系とか、なんじゃないのかなーって気はするのね。っていう、あれだけど、まあいいや、とりあえず皆さん、全種類頑張って集めたいんで、一旦、ほら、ここ、これめっちゃ見つけやすいね。はい。マンゴーですね、マンゴー。はい。どっちは多分それは、トロッコからジャンプじゃない？トロッコっていうかここ。線路のところからジャンプじゃない？唐辛子だったら多分ジャンプ力ありそうだから。ほら、ここだ。はい、レモン。どけ寿司。あ、寿司お前土台になれ。寿司お前、寿司ー！みんな、あの、寿司に土台になってもらえばいいんじゃない？言うとも。土台やだ！だやだじゃねえよ。お前行くしかねえんだよ、お前寿司。お前、本番な寿司揺らしとけ、ずっと。なると行けないよ、ほら。届かないもんだって。で、みんな多分ね、今、集めてはいるんだけど、ほら、まだ全然あるよ。全然まだ拾いきれてないぞ。え、あとみんな探索してないとこってどこ？ね、大体探索したことない？まだ行けてないところある？あ、確かに、かぼちゃと卵取れてない。
登るぞ、また、地道に。ここから、こうで、よし、だいぶみんな操作慣れてきた。だいぶ慣れてきたぞ。これさ、みんな、このゲームさ、ちょいジャンがむずくね？ちょいジャンがむずいよな。あった、かぼちゃあった、みんな、かぼちゃあったわ。よし、こうで、よし、いけた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 、登れた、登れた、登れた。よし、で、みんな、上にも卵ある、卵ある、卵も取ろう、卵も取ろう。これで、卵も取れた。あと、奥のスイカだね。スイカが取れないっていうのが気になるね。あと、角砂糖もみんな取れねえわ、何かと言って。あと、集めてないのが、なんかまだちょくちょくあんだよね。ほら、ちょくちょくあるけど、ドーナツとかどこにあんだろうね。ドーナツとか、あと傘みたいなやつどこにある、みんな、傘。テーブルの上か。え？テーブルの上の登り方って何？ほら、ここ。登り方なくねえか？とりあえずさ、この、ほら、クッキーは取れるんだけど、ほら、あったあったみんな。冷蔵庫からジャンプじゃない？練り飴取れたらって、練り飴どこ？あれだみんな。やっぱ、スイカエリアに行かないと、スイカと練り飴取れねえや。練り飴が怖いらって、ちょっとスクショしておくれる？ちょっと、皆さん見ましょうか。ちょっとせっかくなんで。え？キャンディーケイ練り飴。他の食べ物を捕獲するための道具として使われている。やっぱさ、このゲームなんか違うって。あと、のっちゃん？のっちゃん、表示名を自由に変えれるんですけど、のっちゃん？なんか、ノット、ユウと鈴カステラリトリと誰がハゲや、お前、こら。お前、誰がハゲや、お前。お前、なんか、お前、なんだこの表示名、よくよく思った。お前、おかしいな、お前、よくよく思ったらな。お前、気づかなかったな、お前な。なんだこの表示名。明らかに、お前、気づいてしまったぞ、お前。何しとんねん、お前、こら。見たねえぞ、お前。お前、何しとんねん、お前。誰が表示名ハゲだ、お前。グミね、行くよ。ふっ！あ、いけた、いけた、いけた、みんな、ドーナツいけた、ドーナツいけた。いけた、いけた。はい、チョコレート、ドーナッツ。うん、ナッツなんだね。うん、ナッツなんだね。ほら、みんな。まだあったかいぞ。このシチューっていうのかな、野菜スープっていうのかな、野菜スープ、なんかトマトとかいっぱい入ってますね。なんかまだあったかいよね。だからそんな時間は経ってないはずなんだよ。なんかパソコンからがつけれねえのかな、カチャカチャってね。突然変異で生まれた、あとほら見て、ほらバナナ死んでるし、ここにあるバナナ。時間は今これ、やっぱお昼の12時頃なんだね。なんかこういうのも関係してそう。いや、こんなもんにしよっかみんな。はい、ということなんで、秘密のお留守番でした。ニーナとアレキサンダー、どこに行った？お前は誰なんだって話ですけどね。結構なんかホラー要素入ってる気がするんだよね。まあまあわかんないよ。だから別に、そんなこと一切ないですよみたいな言われたらそれでもちろん終わりなんだけど。あ、なんか上にあったわ、今ここ。はい、皆さんよかったらね、最後、全種類のキャラね、見つけた方はコメント欄とかで、共有していただけると嬉しいです。やっぱすごいね。やっぱ日本勢のマップのクオリティがもうめちゃくちゃ上がってきてるし、嬉しいですね。2年前とか全然実況者なかったの。日本のクリエイターが全然いなかったけど、最近それ出てきてくれてすごく嬉しいんで、ちょっとこれからもね、ちょっといっぱいロブロックス盛り上げていってほしいですね。はい。ということで、今日の動画は終わりです。皆さんお疲れ様でした。